はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、始めていきましょう。さてですね、11月に新たなワールドが、追加されました。ご中佐ですね。はい、このご中佐が追加されたということもあり、イベント異世界でもウサギですかということで、ご注文はウサギですかをベースにした、イベントクエストが21日までと、流れが早い、開催されることになったみたいです。まあ、ココアを戦士にしてルームアイテムを手に入れられる、ということで、召喚ガチャもご覧の通り、異世界でもウサギですかというわけで、ご中佐のキャラが、ココアとチノちゃんですね、が星5で、異世界のまあキャラで、ガチャで引けるイベント、これも21日まで、開催しております。チロンちゃん可愛いですよね。というわけで、このイベントをやるっていうことなので、さあ、これなんでしょうね。無料でキララ作品を試し読みできるキララセレクションというのがありまして、それにご注文はウサギですかが、追加されたと。あと、日だまりスケッチ、有識 A チャンネル、金色モザイクが、学校暮らし、ステラの魔法、ニューゲーム、まあ、裏に、迷路町、夢恋メリー、アンハピー、ハルカーレシーブが、試し読みできるみたいですね。あと、優勝の、石を持っている人のみ、星5確定。これは大きいですね、星5確定は。のチケットをゲットできて、かつ1体以上は星4の、10回ガチャが引けるっていう。イベントはあるようです。クロスシナリオって、なるほど。クロスシナリオが存在している2キャラクター、それぞれの中後ろが4になると、4以上になると解放されるということで、チノと、カオス先生か、もうすごいですね。で、まず、順番としては、ガチャを引いてみたいと思います。ガチャを引けば、このメインクエストの異世界でもウサギですかで、強くなるか、もしくは、ボーナスが多くもらえるかの、クエストが働くんで、カジヤも見てみましょう。お、ナイトですね。ナイトのシンボル。ナイトがちょっと弱いな。星音で少ないのがこれですね。アルケミスト。付
回使い切りましたね、アルケミスト。これ行ってみましょう。成功はしたけど。武器作成もできんのか。マスターソードとか。まあ、星4ですからね。お金はあるんだけどな。星4キャラクター専用武器を1本以上所持すると、武器の進化ができるんだけど、今は無理と。いうことで。召喚行ってみましょう。ご中佐召喚です。で、今、星が305持っています。運よく、初回、10回召喚が300個です。ということは、これで、10回召喚ができるということになります。さあ、行きましょう。10回召喚。これはもう取ってるってことですね。お、星4、雪見小梅。先生、あまり良くないな。終わりかな。終わりか。結局星はこの雪見大福。星黒かけら。おっと、覚醒した。レア度も上がってくれないかな。ということで、あんまりかましい成果じゃなかったです。気を取り直してクエストいきましょう。力入ってますね、ボイスが。ボイスが追加されてる。これさくらあやねなんだな。全然シンカリオンの時と声が違う。さっきまで、この動画撮る直前までメルクストーリアというゲーム発のアニメを見てまして、その、水瀬いのりは、メルク役、瓶の中の妖精ですね。小さな妖精の役をやってるんですが、うん、やっぱりそんな感じしますよね。すごい、水瀬いのり、の声が綺麗だなと思うんで、メルクストーリア、まあ、ストーリーがなんか原作者から見ると駆け足だって言われてますけど、私はメルクストーリアのゲームはやってないんですが、アニメすごく
特にあのゲストキャラのですね、ヒロインというか女性がすごいいいんですよね。綺麗、声綺麗というか、そういう人をたくさん集めてきたんじゃないかなっていう感じがします。ので、いや、4話を見たばっかりなんですけど、井上ほのかさん、井上きっこさんの、娘さんですね。すごくこの物語を進めるについては変貌が良かったんで、今後がすごく楽しみですね。まあ、自分はあの月が綺麗で、井上ほのかは月が綺麗で知って、それから遊び遊ばせですね、同じあの岸監督の作品なんですけど、そちらで生徒会長役をやって、一番のお気に入りなんですよね、遊び遊ばせで。そのキャラがあのミルクストーリアに出てきたということで、なかなか光栄だったと思います。これが3話4話が前後編、その前後編になっていて、その前の2話にあの温泉娘の登別役の日岡夏実が出てきまして、こちらがすごくあの透明な声で良かったですね。駒巫女の、まあ、主人公なんですけど、すごくなんかまっすぐで透明な声だったんで、またいい役もらえると、いい役来るといいなとは思ってますね。さあ、続きです。ご中3アニメって、ご中3アニメ実は見たことないんですよね。なんかかなりあのゆるふわな世界みたいで、それに遊んでばかりじゃダメですよ、ここはさ、私たちには大事なお仕事があるんですから。まあ、待望の、あの、ご注射追加ですよね。他にも、あの、アニマエール。今、10月からやっているアニメ、サーバルちゃんが、こと、尾崎由香が主演の、アニマエールも追加になったんで、これもアニマエールも今、あの、秋のアニメ、結構、いい作品が多くて、あの、時間が取りにくくて悩むんですが、アニマエールはもうずっと見てます。いいですね、アニマエール。はい、ジャンルが、あの、チアガールの、まあ話なんですけど、今まで、まあ、私が見たことはないジャンルなんで、すごくそういう、あの、新ジャンルっていうのは楽しみです。エトワリアでの妹探し旅とか？お、目がキラキラしてる。結構辛辣ですよね、知能。ラビットハウス、あの、ご中、アニメは見てないんですが、あの、ご中佐の、あの、家ですね、家というか、喫茶店だったかな？さあ、タイトル、老後が出てきて、さ、イベントの詳細です。集めた素材はトレードショップで交換。交換ですよ。で、報酬をゲットするという、まあ、いつものパターンですね。ティッピーパンを100個集めると、星4ココアを仲間にできる。ってことですね。進化するとキャラクターのイラストは強化されるのか。こんにちは。今日は昼寝日和だよ。さあ、かわいいウサギに出会えるでしょうか。前編ってなってますね。なんか結構多いのかな、話が。炎属性です。
ってみましょう。ここはですね、ランクは低いけれども、よく育てている人を選びましょう。この辺りもいいよな。大空遥かか。行ってみよう。武器持ってほしいですよね、できれば。ココアさん、起きてください。朝ですよ。ちのちゃんに起こされたい。あと5分だけ。そう言って起きた試しがないじゃないですか。ちのちゃんがお姉ちゃんって呼んでくれたら起きるよ。うん、アヤネルですね。さくらとした大西のアイネルが入室しましたですね。じゃあずっと寝てるんですね。おー、辛辣。ひどいよ、ちのちゃん。一生お姉ちゃんって呼んでくれないの？ニョキッと生えた。呼ばなくても起きられたじゃないですか。まったく。寝たふり。詰まるような声の感じですね。バトルかな？来た。ここはどれだけのダメージを与えられるかっていうのを見とく必要ありますね。ん？これってサボテン？過去作に出てきたよな、サボテン。さあ、そんなに与えられてない。一応相性もあるんだろうけど。さて、これ出てくるのココアとチノだけなんですかね。ヤイネさんの食堂か、コルクちゃんのお店か、クレアちゃんのところも、あとはココアさんはどこに行ってもすぐに友達ができますね。出会って3秒で友達が私のモットーですね。出会って3秒で〇〇か、かっこいい意味深。よし、今日はポルカちゃんのところに遊びに行こう。すごいなこれ。さっき武器の強化やったんですが、その時に出てきたちょっと職人肌の女性が、ポルカちゃんです。さあ、そういったポルカちゃん来た。真剣な顔で、チノは結構しっかり者ですね。そっか、残念。じゃあまた今度誘うね。おう、悪いな。また来てくれ。どうしますか、ココアさん。さ
だと思います。2人とも多分。ということは、ポルカが結構セリフあったということは、2人もセリフあるんかな？いや、全滅だわよ。皆さん、お忙しそうですね。あらら。みんなお仕事大変なんだ。エトワリアには社畜になろう。ハウスも学校もなかったので、ついのんびりしてましたけど、普通に考えれば、皆さんお仕事があって当然です。私たちだって笑ってお仕事。元の世界では、ラビットハウスのお手伝いをしているわけですし、せっかくですし、ココアさんも遊んでばかりいないで、エトワリアでも何かアルバイトを始めてみたらいいんじゃないですか。さすが知能。特にエトワリアに来てからのココアさんはだらしなかったのでちょうどいいです。それを言ったら知能ちゃんだってこっちに来てから毎日遊んでばかりじゃない。そんなことありませんよ。私はちゃんとして、はあ、そういえばこっちに来てから、そうか、ココアが悪いんじゃん。せっかく初めての場所に来たのに、私たちは勉強もしないで遊んでいるだけ。このままではココアさんがダメ人間になってしまいます。それを言ったらチノちゃんもだよ。ゲームは1日1時間、で勉強が仕事って言ってましたね。 ゲーム遊ぶ小学生は、高橋名人が。私のことはいいんです。そんなことよりココアさん、なに、ちのちゃん、働きましょう。働く。私にちゃんとできるかな。いけますね。今度は、水属性です。ここで、このレベル1が出ました。今のうちにレベル上げるのもいいですね。シマリンか。シマリンもいいんだけどな。さあ行ってみましょう。なんだろうこの炎。決まった。まだまだ余裕ですね。レベル4に上がった。私にちゃんと仕事探しということで、炎属性に戻しましょう。さあ開始です。それでお二人はお仕事を探していると。はい。でも
この里に来たばかりですし、どうすればいいかわからなかったので、私たちを召喚したキララさんに相談しようと思いまして。キララちゃん、どこか働ける場所ってないかな。わかりました、それなら私が紹介しますよ。おや、まずはここから当たってみましょう。食堂ですか。食堂か。何回か来たことありますけど、どのお料理も美味しかったです。ここはライネさんがほとんど人に来ているので、ライネさん、きっと何かお仕事がある方。来た。ライネさん、こんにちは。こんにちは、ライネさん。ママ。シノです。よろしくお願いします。失敗しっかり者。こちらこそ。里で何か困ったことがあったら気軽に相談してね。それで今日はみんなでお昼を食べに来たの？ね、今日はお仕事探しに来たの。お仕事？あ、はい。私とココアさんで何かお力になれることはないですか？そうね。あ、ちょうど。お願いしたいことがあったの。すぐに準備をするからちょっと待ってて。何のお仕事なんだろうね。食堂だし接客とか。あ、これフラグ。それなら私たちにうってつけですね。家のお手伝いをした経験が役に立ちます。お待たせ。食べる。早速なんだけど、みんなにこれを食べてもらいたいの。タガメかな。料理がいっぱい、どれも美味しそう。ライネさん、これを食べるのがお仕事ですか？最近クリエメイトのみんなからいろんな料理を教わっていてね。いいですね。参考に新作メニューを。味見、毒味。ちょうど味見してくれる子を探していたのよ。そういうことだったんですね。私とココアさんでお役に立てるなら頑張ります。あ、知見のバイトかな。たくさんあるから遠慮しない。怖い怖い怖い。それじゃいただきます。うん、美味しいよこれ。ライネさんのご飯はどれも美味しいです。これなら味見なんてしなくても大丈夫だよね。お、どうしたんだ。ココアちゃん、人参苦手なの？そんなことないよ。これはたまたまで。ココアさん、野菜嫌いなんです。チノちゃん。あらあら、チノちゃんだってセロリとかアスパラ苦手でしょ。一口くらいなら食べられます。私はそれで十分です。二人とも好き嫌いしちゃダメよ。食べられるように特訓ね。物理。諦めたらそこで試合終了ですね。まだいけます。次のセロリ料理は。顔色が悪いですよ。別の場所に行きましょう。これアレルギーだとやばいよね。さあ戦闘です。ああ、透明させなくなってきた。ああ、単体か。さあ、行きましょう。おお、すごい。
お？なんだろう。回復ですね。倒しました。姫じゃなくて、家具だけじゃなくて家も建てたりしているんです。腕がいいって評判なんですよ。さて仕事が欲しい。あるにはあるが、ココアとチノだったか。結構大変だぞ。大丈夫、ラビットハウスで鍛えたこの腕を甘く見ないで。全く関係ないじゃないですか。でも頑張ります。まあやらせてみるか。カンナさん、小物の組み立て終わりました。どれ、知能はなかなかできるな。細かい作業は意外と手がかかるから助かる。パズルとかボトルシップを作るのが趣味なので、細かい作業は慣れっこです。なるほど。私も完成したよ。これ看板。ココアさんも器用ですね。ウェブか、これなんて書いてあるんですか。やだな、キララちゃん、ウェルカムだよ。なるほど。あら、 WELCAMU じゃなくて WELCOME ですよ。驚いてます。仕事、うん、コルクのお店なら利用する人も多いし、何かお手伝いできないかなって。手伝ってもらうってことですか。それならこれから商品の仕入れに行くけど、ついてくる。コルクって今まであれですね、単語一言言うばっかりだったんですけど、初めて比較的文章のセリフが加わりましたよね。このお店ってコルクちゃんが自分で商品を仕入れてたんだ。そう、今は里が拠点だけど、ここに来るまではずっと旅をしながら物を売っていた。それでどうする。なんか楽しそうだね、行ってみたい。お買い物のお手伝いなら私でも大丈夫そうです。さて、少し休憩。チノさん大丈夫ですか。行商ってこんなに大変なんですね。お買い物のお手伝いくらいならと思って油断していました。チノちゃん運動苦手だもんね。うん、線が細そう。ココアさんはまだまだ元気ですね。うん、あんまり重い荷物だと大変だけど、これくらいなら全然平気だよ。目はキラキラしてる。チノちゃん疲れたらさんは元気だけが取り柄ですから、旅のムードメーカーが似合ってます。シロちゃん、ムードメーカーはとっても大事なんだよ。さあバトルかな。あ、違う。私にちゃんとできるかな。
再度水ですか。さて、水どうしようかな。島に行ってみよう。じゃあ始めましょうか。さあボス戦です。全部炎属性か。聞いたな、怪人め。ひゃっはー、すごい、クリアです。作っちゃおう。さあ今度は炎ですね。誰がいいだろう。これ行ってみよう。よし、行こう行こう。お？いろいろなお仕事を見て回りましたけど、なかなか決まらないですね。私だけとかココアさんだけなら向いているお仕事もありましたけど、二人一緒だと難しいです。働くだけなら別々のお店でもいいんじゃないかな。ちなちゃんと離れ離れは寂しいけど。確かに。ココアさんと一緒のお仕事じゃないと。ちなちゃん、そんなにお姉ちゃんと一緒にいたいんだね。ちゃんと見ておかないと、ココアさんは何をしでかすか。そんなに信用ないの？誰だろう。お？夢じゃない。ランプは部屋に引きこもるぐらい晴天が好きだからね。そうだったんだ。クリエメイトの前だといつもこうなんだ。それで3人は何をしていたんだい？実はね。実は？なるほど。ココアとチノが2人で。
い、マッチとランプさんはどこかお仕事を募集しているところを知りませんか？私は当てがないですけど、マッチは何かない？渡されねえや。たちの聖典を読んだことあるけど、二人はチノの家の喫茶店を手伝っていたんだよね。はい、私のおじいちゃんが作った喫茶店です。だったらエトワリアでも接客業の方が二人はやりやすいと思うんだ。なるほど。ラビットハウスがエトワリアにもあればすぐに解決するのに。ラビットハウスがあれば。ですよね。チノ様が入れたコーヒーとココア様が焼いたパンを私も味わってみたいです。ラビット2世かな。どうしたんですかココア様。ねえチノちゃん、作っちゃおうよ。天地無用。すごい正論。大丈夫だよ。それにチノちゃんも将来おじいさんのお店を継ぐなら今のうちに練習しないと。何の練習かな？お店を作るとなると、カンナさんに手伝ってもらわないとですね。よし、早速お願いに行こう。結局、他人頼み。オッケーです。ここで使ったのが正解でした。私にちゃんとできるかな。